はい、えードリームアカデミアのですね、11月の講義の方を追加しましたのでお知らせしていきたいと思います。はい、こちらフォローアップ勉強会ですね。フォローアップ勉強会。えは、ー、い。2021年11月非、非道徳ライティングになります。非道徳ライティング。これはね、結構ね、良かったんじゃないかなと思いますね。特にあの、まあちょっと初心者の方はちょっと、うん、初心者の方も 見てほしいんですけど、まあ、中級上級者の人を見てもらえると、なかなかいいんじゃないかなと。あと、事例とかも全部ここに書いてありますし、この文章もちょっと参考にしていただきたいなと。事例も全部書いてますし、補足でね。はい。まあ、これは、まあ、あの、今後、その、文章で、まあ、ね、インターネットっていうのはもう文章か動画しかないわけですよ。なんで、えー、っと、これを極めるしかないです。もう一度言いますね。ネットで稼ぐんだったら、えー、文章か、えー、動画。 まあその形としてはまあ文章か動画みたいになると思うんですね。でどっちかやるしかないんですよ。まあアフリエイトするにしてもうん、顔出しせずにアフリエイトせずしする。例えばブログアフリエイトにしても、なんや、そのコピーじゃないですか。 まあもちろんね、人にやらせるっていう方法もあるんだけども、自分一人で単独でやっていくんだったら、もうこのライティングの技術は絶対あった方がいいですし、まあ僕はライティング相当やったんで、まあ今はね、トーク、えー、動画をやってますけども、あのー、まあ僕みたいにね、顔出ししてトー,トークちょっと苦手なんです。じゃあコピーやりましょうって話なんで、あの、コピーをマスターすれば別に顔出ししなくても全然稼げます。 これね、まあ嬉しいことなんですけども、まあこのドリアカのね、えー、っと、なんだ、俊英くんか。まあこの前、今日の、またちょっとね、音声対談取ろうとは思うんですけども、この前取った時は、月収300万いったっていうところですね。うーん、月収300万いった。あ、これですね。 えー、今年、えー、人生初のね月収300万いきましたっていうね報告いただいて、えー、と対談取りましたけどもあの俊英くんも顔出し一切してないんですよねまあその基本的にメルマガです基本的にもうメルマガに誘導してメルマガのステップメールメルマガで売っていくであとは教育コンテンツとして動画をとあの撮ってますけど動画も、えー、僕みたいな動画じゃないですプレゼンテーション資料でねやっていくみたいな話ででそんな俊英くんがね今日ね あのちょっとあの紹介しようと思うんですけどなんかインスタつながってるんですよでこういうと投稿してくれてあのいまだに日本一ドリアカ消費してますと春エイズムの基本ベースは吉田ニーズム一択と5周年おめでとうございます僕もようやく業5年になりましたまだ積み上げますということでありがとうございます、はい、もう春栄くんはねもう愚直に積み上げてますんで、うん、積み上げて300万今年初めていきましたすいません年齢29 すみません。二十、いまだに俊ュくんの年齢を覚えてないっていうね。あ、ここ書いてあるが24だったっけど。あ、24か。はい。まあ、20代で月収300万突破したっていうね。すごくないですか。はい。まあまあ、あの、愚直にやってます。愚直にね。はい。で、えっ、ー、と、まあちょっと戻しますけども、まあこの非道徳ライティングっていうのは、かなりその、僕がいろ勉強してきて、あのー、もう17年ですかやって、 <laughs> まあ、いろんなことやってきて書いてきてまあもうメルマガはなんかもう10万通以上書きましたからね余裕で多分余裕で10万通以上書いてるんでうんまあその中でまあその「これ超重要だよ」と「めちゃくちゃ重要だよ」っていう話をしてますんで <laughs>。 あのこれねほんとねマジで本当に超重要なこと話してるんでいやこれねもうここはまあ中級初心者の方はちょっとピンとこないかもしれないけども中級上級者の人は本当に何度もすり込んでくださいこれもうマジで何度もすり込んでくださいで僕ね偉そうにこういうふうに言ってるんだけど僕自身もこれねあの時々ね血迷うんですよねこん僕結構経験あります <laughs>、ねまあメルマが10万通以上書いてるでしょ余裕でで <laughs> まあ17年ぐらいやってるわけですよ。そんな僕でも血迷うんですよ。わかりますだからこれはもう僕強めに言ってるのは僕自身に対しての知った,激知ったあれでもあるんですけども僕も結構ねここはね勘違いするというか、まあ、ここが基本というかここが超重要なポイントなんだけども発信し続けている、えー、情報、まあ、メルマガを書き続けているとちょっとね 本質というか、基本をねぶ、基本がね、自流になっちゃうんですよ。画流になってくるんですよ。で、画流でも悪くはないんだけど、それで稼げてるんだったら悪くないんだけども、やっぱ基本っていうのがあるんですよ。ここブラしちゃい、ここは、この基本は使っていくべきだよね。この基本超大事だし、いやてかここ超ベース大事だよねってところが、どんどんね、ずれちゃうんですよ。自分がやりたいようにやっちゃうんですよ。 で、まあ、それでうまくいってるんだったらいいんだけども、それでずずらしちゃうと、うまくいかなくなる可能性があります。うん。なので、まあ、ここはね、本当に基本ベースとしてお、基本というか、ここがもう、絶対、絶対値ですね。この絶対値は、絶対であると。まあ、言い切ります。絶対は絶対であると。まあ、ここのね、最後のね、あのオチでも書いてあります。これ、絶対だよねっていう、この絶対だよねってもう書いてあるんで <laughs>、まあ、絶対値ですから。 これはまあ間違いなく絶対値です。まあ、最後のオチでも、いや、それ絶対だよねっていうオチも書きましたんで <laughs>、これは本当ね、ぶらさないでほしいなと思います。まあでもね、その使う頻度、使う頻度に関しては、それは上級になれば、その使う頻度、え最後のね、えー、決め玉のパンチっていうのはね、一発とかでもいいんだけども、あのー、頻度は自由に書いてもらってもいいんだけども、決め玉のパンチは1回は、 使う、使った方がいいと思います。<laughs> 決め球なんで。うん。はい。ということで、ちょっとね、初心者の方だとちょっと難しいかもしれないですけど、中級上級者の方はもう、まあ、絶対見といてください。まあ、初心者の方もこれからライティングやっていくっていうことであるならば、 んちょっと腑には落ちない部分もあるかもしれないですけどもしっかり勉強して、えー、これは身につけてほしいなと。で、ここでお話ししている内容を身につければもう間違いなく売り上げ上がりますし、えー、リストの集客のコンバージョンだったり絶対上がります。絶対です。あと再生数もクリックリストも全部上げられます。とにかく全部向上させられます。ここで話している内容を理解して使えるようになったらですよ。だから使えるようになるまで刷り込んで聞いてほしいですし、えー、ここを しししっかり勉強してほしいなと,思います、はい、ということで、えー、非道徳ライティングの方をアップしてますので、見ていただければなと思います。では、動画の方を終わります。ありがとうございました。